日本民謡メドレーですけれども、この曲、なぜこの曲をやるようになったのか全く分かりません。それでなぜか日本民謡メドレーを76年の3回目のイレギュラーコンサートの時にやろうということになってですね、その時福田さんって福田さんいるか、福田さんがですね、はい、日本民謡メドレーをその次の年もやるようになって、あったかな、いや覚えてないで、その時に福田さんから民謡ばっかやってるから、うちはソフィア民謡バンドだねっていう、 SNS っていうのはソフィア民謡バンドだねっていうタレを私に言ったんですけども、まあ今は私も大人になりましたので、少し先輩に忖度して笑ってですね、さすが福田先輩っていうとこだったんですけど、その時は全く無視して笑わなかった覚えがあるんですが、まあ、なぜやるようになったかわからないんですけれども、一時期はそういう民謡をやったこともあります。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、すみません、時間もないようですから、行きたいと思います。で、途中、四季振らないで踊ってるかもしれませんけど、演奏を続けてやってください。テンポの変わりだけ弾くと思いますから、よろしくお願いします。じゃあ、パックスからよろしくお願いします。で、最後に。